がんに打ち勝つ栄養学と明るいがんのお話です。案内役の宮城志愛です。そして食の伝道師管理栄養士の野田京子先生です。どうぞよろしくお願いいたします。先生、今日は5月の行事食についてお伺いしたいのですが、はい、5月といえば、はい、もう5月の5日子どもの日、はい、そして端午の節句ですよね、はい、で3月3日は女の子のお祭りなんですけれども、はい、5月5日は男の子の成長を祝うっていう節句です。はい、でこの5月の5日なんですけれどもね、古代の中国では薬取り、はい、薬草取りの日なんですよ。だからこの季節っていうのはよくよもぎとか、ね、はい、取りますよね、はい、そういう季節になりましたっていうことなんですけれども、で菖蒲、はい、これ別名菖蒲の節句とも言われるんですよ。で菖蒲っていうのも薬草の一つなんですね、はい、で菖蒲っていうのは飲んでもいいし、それからお酒に漬け込んでね飲んだり、はい、それからよく菖蒲湯ってありますよね、はい、5本から10本ぐらいこう結んで、はい、そしてお風呂の中に入れて炊くんですけれども、はい、これは邪気を払うっていう言い伝えがあるんですね。そういうの意味があるんですね、はい、で5月の節句でいうと、はい、よく鯉のぼりをこう見ますよね。見ます、はい、で鯉のぼりなんですけれども、はい、これなぜ鯉のぼりをするかというお話なんですけれどもね、はい、中国の黄河のところの、はい、ちょうど中流ぐらいのところにものすごいね激流のところがあるんですって、はい、これ龍門って言うんですけれども、はい、いろいろのお魚がねその龍門のところを一生懸命渡っても渡れない、はい、でも鯉だけが渡れたんですって、はい、だからこの鯉っていうのは、はい、出世シンボルなんですよ。へえ、なんか私弟が2人いるんですね、はいはい、で双子で、ええ、なぜか鯉のぼりが一人一つずつ、まあはい、おもちゃとか全部そうなんですけど、はい、喧嘩するので、はい、必ず一人一つだったんですね、うん、で鯉のぼりっていうのはですよ、はい、鯉を食べるよりも、はい、どっちかっていうと鯉のぼりの方がこう有名じゃないですか、一般的に。はい、でね、我が家には男の子がいるぞってっていうことは宮西家には男の子が2人いるぞっていうその、家のシンボルなんですよ。そのくらい昔っていうのは男の子っていうのは出世する、そしてまた家の跡継ぎ、そういう意味ですごい深い意味があったようですよ。そうなんですね、はいはい、だから例えば、はい、柏餅を食べますよね。食べます。でこの柏餅っていうのは、はい、柏の葉っぱでこう包むわけなんですけれども、はい、柏の葉っぱで見たことあります？お餅にくるんでるものしか見たことない。なんかこう手みたいなね、はい、形ですよね、はい、葉っぱっていうのは新しい葉っぱが出て新芽が出てから古い葉っぱが落ちるんですって。普通の食物っていうのは古い葉っぱが落ちてから新芽ができるじゃないですか、はい、っていうことはここの家はもう跡継ぎは大丈夫だよっていう意味があるんですって。へ、うん、それでこの柏の葉っぱで包むんですって、はい、そうなんですね。なんかこんな風に言われればすごいなって思いますよね、はい、というような意味でね、はい、だから例えば鯉を食べてもいいし、はい、それからちまきを食べてもいいし、はい、それからあとちまきって今言いましたね、はい、柏餅も食べてもいいし、このちまきっていうのはですね、なぜこのちまきを食べるようになったかっていうと、はい、5月5日の日にね、中国の有名な、はい、誰かちょっと分かんないんですけど詩人がね亡くなったんです、はい、でその時にこのちまき、笹の葉っぱのところにねお米をこう包んで、はい、で皮の中にこう投げた、そこからこのちまきっていうのができたんです。だから生まれた時の1年最初の年ですね、はい、そういう時にはちまきを食べて2年目からこうだん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 こう後継ぎになっていくっていうことの意味を意味を含まれた上で、はいはい、ここの柏餅を食べるんですって。あ、
そうなんですね、うん、この前習ったあくまきでもいいんですか、はいはい、そうなんですよ。見るんですけどやっぱりね、はい、薩摩藩っていうのは西郷隆盛の、はい、存在ってすごく大きいんですね、うん、でこの西郷隆盛が戦乱さ戦争の時に持っていったっていう食べ物なので、うん、やはりこの、鹿児島とかそれから宮崎とかっていうのは、うん、ちまきの代わりにあくまき食べますね。あ、そうなんですね、はい、それから勝負湯、あ、はい、この勝負湯っていうのは先ほどもお話ししましたように、うん、やはり厄払いがありますので、はい、入っていただきたいなと思います。分かりました。そしてやはりお祝い初節句の時には、ね、はい、両方のおじいちゃんおばあちゃんを呼んでお祝いするっていう風習があるようです。はい、じゃあ、まずですね、はい、5月5日、端午の節句には何を食べましょうか。何を食べましょう。宮西家は何を食べてた。鯉のぼりは2本立ってることは分かりましたがそれから兜も2つあることは分かりましたが、はい、何を食べてました。なんかお前ご飯の記憶がないんですよね、うん、もうその鯉のぼり、鯉のぼりと、うん、柏餅をお腹いっぱい食べるっていう、うん、それで十分だと思うんですよね。やっぱりそこどこのお家の風習があって、我が家はちまきを食べる、 あと夜は鯉料理を食べます。鯉の洗いをね買ってきてそれを食卓に並べてます。はい、それとか場所場所によって人によっては鯉の丸揚げを食べたりね。でも勝負湯には浸かりますねやっぱり。でね、勝負湯がない時はね、よもぎをね、今新芽ですよね、はい、でよもぎを摘んできて、でそれをお風呂と一緒にこう炊いたりしてますね。あやめとかかきつばたってすごい勝負に見た目似てるんですけど、はいはい、勝負がないときは代わりに入れてもいいんですかね。で勝負っていうのはですね、はい、勝ち負け、勝つ、はい、負ける、はい、ここの言葉にも欠けてるんですよ。あ、ダジャレみたいな。そうそうそう、勝負と勝負。そうなんですね、はい、だからやっぱり勝負に打ち勝つようにって、強くたくましい子供に育つようにっていう思いがあるので、ちょっとあやめてはちょっと可愛らしい感じがでも花勝負ってあるでしょ。あ、はい、この花勝負っていうのはお花を見る勝負なんですね。で本来今お話している勝負っていうのは、はい、薬草の勝負なので、はい、すごく匂いが強いんですよ。でやっぱりお風呂に入ったりするのにはこの花勝負じゃなくて普通の勝負の方が効果がありますね。わかりました。はい、でちょっと後ろの方を見ていただきたいんですけど、はい、これ私が作った。かわいいですね今日向夏、はい、宮崎ではね日向夏有名ですけれども、はい、この日向夏の中の実の部分を絞って、はい、そして酢の代わりにこれであえて、でこのお寿司を元にしてちょっと子供の日に、はい、鯉のぼりでお寿司を形取ってみました。ちょっとラップなんかでね、はい、こう押さえながら鯉のぼりの様子をこう作れますの で、はい、でしかもよく見てください。鯉のぼりのこのなんていうの、棒、はい、いいのかな、はい、これは人参ですよ。そうなんですねでこんな風にしてこれを毎年毎年同じことを繰り返したら、やっぱり子供がですよ、一人なった時に、はい、それからやっぱりこう後に残していただきたいなと思います。はい、かわいいですね、うん、ちょっと宮西さんのところって、はい、双子の弟さんが2人。そうです、2人。何人兄弟なんですか。4人兄弟です、うん、そして私双子の兄弟と宮西さんと一番下に妹ですね。じゃあその2人の男の子、はい、またちまきを食べていただきたいなって思いますね。伝えます、電話で。今日電話します、はい、この日はちまき食べてね、はい、ありがとうございます次回、38話は5月2日に配信します。内容は、先生にですね、はい、おやつのことについて投稿が来ていますので、はい、嬉しいですね、はい、そのことにいっぱい投稿が来ていただきたいですね、はい、次回はおやつについて伺いたいと思います。はい、はい、この番組をご覧いただいている皆様、野田先生に質問がございましたらこちらの方までメール、ファックスをお寄せください。お待ちしてます。